Thank you.
皆さんこんばんは、ありがとうございます。 Heads & Tails、ですね、今年初めてのライブっていう形になっておりました。ですね、まあ、昨年のね、年末のブレッカーブラザーズのバンドの、まあ、スピンオフバンド的なやつでやっておりますけどもですね、その中でもですね、ジャズファンク的なバンド、あとオリジナルのバンドのね、曲なんかをいろいろやっている、バンドでございます。あ、こんなん出てる、あ、津田さん、あ、どうもどうもありがとうございます。あ、今日ね、なんかね、僕がさっき喋るっていうことになったんですけども、まあこれにはちょっと理由がありましてですね、僕のね、まあかれこれ、会社員を辞めてですね、独立して12年が経ちましてですね、どうもありがとうございます。ベース教室として独立して12年目が経ったという形で、まあ、せっかくなんでね、このオールウェイズで、楽しくできればいいかなと思っている形でちょっとやってみました。先にね、じゃあ、今日はね、このジャズファンク的な曲をいろいろねやってみたいなと思いますが、先にですね、初注意だけちょっと言ってみたいなと思いますけれども、今日撮影録音一切 OK でございますのでですね、ぜひともですね、SNS とかでよかったよとかね書いていてもらったらいいかなと思っておりますっていう形でなっておりますが、じゃあ、まずね、メンバー、軽くだけ紹介したいなと思います。じゃあ下手の方から、じゃあオンドラム酒井直、じゃあ、ですね、じゃあ上手の方から、オンピアノキーボード、小浜さゆり、はい、じゃあですね、リードの、サックスの一人、池田健、ですね、テナーサックス、はい、リーダー、藤井康弘、YouTube 登録やっと42,800人、すごい、なっておりますけども、それでですね、今日はベース、プラス進行の津田と申します。よろしくお願いします。というわけでですね、今日やってみるんですけども、今日はですね、スペシャルゲスト、の方をお呼びしましてですね、まあ、僕、いろいろ、いろいろお手伝いしている、僕のさらに格上の修浩一さんというまたベースの方がいらっしゃるんですけども、その方とよく一緒にやられている、東京ですごい腕の、ギタリストでございますっていう形でなっておりますが、やってみましょうか。うん、じゃあその先にその曲をやってみたいなと思います。じゃあさゆりさんどうぞお願いします。というわけでですね、今からやる曲、それは、ですね、今から、お呼びしますですね、ギタリストの、方の曲でございます。マッドハッターブルースという曲になってますが、じゃあお呼びしましょう。ギター布川俊樹さんでします。布川さんはね、今回の西日本遠征ツアーという形でなっておりましてですね、昨日、おとついは岡山、昨日は神戸、今日は大阪という形になっております。というわけで今日もね、布川さんのね、曲をちょっとやってみたいなと思います。マッドハンターブルースという曲、
Thank you.
ありがとうございました。マッドハッターブルース、布川俊樹さんの作曲の、曲でございます。改めて紹介しましょう。ギター布川俊樹です、こんばんは、布川でございます。いや嬉しいですね、でもね、こうやってね、今日僕当日入ってきたんですけど、なんかこの間からズームで会議とかやっちゃったりしてねで、あれこの曲アレンジしましたんで聴いてくださいとか言って、いやもう素晴らしいこんな曲をね練習してやっていただけるなんてね、もうね、なんと最高でございます。これはあれですよね、チックコリアのね、スタジオで録音したから、まあ、そう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 いう形で、うん、なんかもう遠い昔、はい、40歳の時なんだけど、初めての海外レコーディングでね、ロサンゼルスでやることになったわけですよ。まあ素晴らしいメンバーのだったんだよな、ピーター・スキン、マーク・ジョンソン、ボブ・バーグという人がね入って、やったんですけど、今日本物ね、本物の曲であと古川初っていう僕バリスっていう、その5人で撮ったのね、はい、で話が進むにつれてスタジオはマッドハッターでやるっていう話になって、マッドハッタースタジオって言えばチックコリアさんがねお亡くなりになりましたけど持ってたスタジオなわけですよ。でなんかちょっとこうやる気になっちゃって、やる気になっちゃってってのがいいんだけど、これはなんか新曲書こうと、まあ僕の中でのイメージはチックコリアってさ、なんかエレクトリックバンドとかさ、もうキメキメな感じがあるじゃない、ちょっとキメキメのブルース書こうと思ってこれ作ったんですよね、はい、いやなかなか凝った終わりが聴、はい、いててなんかすんのめるような感じがしたと思うんですけども、はい、それがちゃんと過去にですね、今日ちょっと微妙に遅かったからさ、遅いとまたこれは難しいんだよね、なんかなもうちょっと、もうちょっと早いとさ、なんかごまかしも効くんだよいや、勉強になりました、はい、いや本当に素晴らしい、というわけで、ね、マッドハッタープルースでございました、はい、ですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、というような感じでね、今日はね、なかなか聴けないような曲がいろいろ出てくると思いますけどもですね、まあファースト、セカンド、いろいろありますので、まあいろいろね、楽しんで聴いていただいたらありがたいなと思っております。次の曲なんですけども、次、これはですね、また、オサム・コウイチさん、そうね、いろいろジャズスタン、日本を代表する、ジャズベーシストでございますけども、その方の、曲これなっておりまして、ちゃんとスタジオ音源はね、これ布川さんがそれ弾いてる曲なんでございますけども、やってみたいなと思います。Life in the Bright Side、 ちょっとレゲエっぽい曲をやってみたいなと思います。します、thank you.
ありがとうございました。オサム・コウイチさんの曲で、Life in the Bright Side、これはね、リードのこれは布川さん弾いておりますので、これはまたオサムさんのコーダというアルバムに、入っておりますのでね、またもっと聴いてみてください、というわけで、でここでね、ファーストあと2曲になりましたけどもですね、次、もしよかったら、藤井さんもし何か喋ることありますか、なんか、まあ、そう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 、うん、レコーディングをご一緒にされたっていう、僕たちサックス吹きの中では伝説的なプレイヤーのボブバーグっていう方がおられまして、割と50代ぐらいで亡くなったんですよ、事故でね惜しまれる死を迎えてしまった人なんですが、そのボブバーグさんのボブバーグの作品でシルバラード、シルバラードっていうのはなんかこれエルドラドっていうのが黄金鏡だったと思うんですけども、それをなんかシルバーっていうのに変えて銀の黄金鏡じゃん、なんかそれは銀鏡白金鏡、いいですね、あ、バリスでエルドラドって曲もありますね。ボブバーグね、はい、その方の曲でシルバラードっていう曲をしたいと思います。
ありがとうございました、シルバーガード、ボブガーブの曲をねお送りいたしました。いやなんかねもうファースト最後のような曲の曲最後感出てしまいますが、はいはい、お疲れ様で、ねまあ、次の曲でねちょっとファースト、最後の曲にしたいなと思いますけども、まあ、せっかくなん で、ですね、次の曲はですねあのうちのオリジナルの曲なんでございますけども、まあ、せっかくなんで作曲者である今回は、ヌフナグロって曲なんですけども、池田健心、もしだからこの曲のエピソードをよろしくお願いします。エピソードは特にないんですけど、はい、あのヌフナグロって何のこっちゃってわからないですよね。綴りを言うと K はあれですわ、発音しないやつです。 KNUFNAGRO、まあ、簡単に言うと逆さまから言うとオルガンファンクになるってだけなんですよもうこれしかエピソードないんですけどしかもちょっとこうすね、はい、あれなんですけど、それぐらいです。はい、まあ勢いある曲で、後半
わけわからんことになっているんですけど、皆さんついてきていただければという感じでございます。はい、はい、ヌフ、ヌフナグロ、まあ、どっちでもいいです。そうですね、マグロっぽいです、ナフナグロみたいなね、はい、オルガンファンク、はい、はい、そうです、これこれこれね、これの逆読みです、オルガンファンクの逆読みです、はい、はい、そんだけでございます。はい、というわけでやってみたいなと思いますが、ですね、ちょっと元気のある曲なで、さっきも元気だったんですけど、今回も元気ある曲でやってみたいなと思います。元気じゃない曲がない。はい、というわけでやってみましょう。ヌフナグロ、はい。Thank you.
ドラム酒井直、キーボード小浜さゆり、ヘナサックス池田健、アルトサックス藤安弘、それで、新海進行津田でございまして、あとゲスト、布川俊樹でございます。ありがとうございます。ちょっとしばらく休憩の後、2ステやってみたいなと思います。2ステージもかなり楽しい曲が満載だと思いますので、よろしく聴いてください。お願いします。
MC から始めたいなと思います。というわけでですね、あの2ステ目に、もう始まるんですけども、その前にですねちょっと宣伝なんですけどもございます。本日のね、イベントですけどね、これあのスポンサーさんにねちょっとねついていただきまして、今日はねやっておりますが、今日はですね、スポンサーでオフィシャルスポンサーとしましてね、時計の米田屋さんっていうところがあるんですけども、あの動物園前にありますですね、時計のお店なんですけども、高級なね、ロレックスとかですね、そういったパテックフィリップとかですね、そういったののね、時計を扱っているお店でございます。それでね、ここにも書いてありますようにですね、買い取りとかね、ちょっとそこにね、社長さんも来ていらっしゃるんですけども、はい、ございます。ちょっとね、買い取りとかね、あの時計の買い取りとか、ね、普段のね、なんかいろんな、時計の買い取りのお店って、例えばね、東京のね、あの本部にね、あの持ち帰りでとかそういうのが多かったりはするんですけども、かなりね、迅速で買い取ってくれたりとか、あとアンティーク時計をね、安く買い取っ、販売してくれたりとかしておりますので、もしね、お家の中でいらない時計、ね、お金還元したい時計とかあれば、ね、ぜひともこの米田屋さんの方にね、いていただきたいなと思います。そしてこれね、チラシを見たとかそう言っていただければちょっとサービスがあるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。以上でございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて最初の曲いってみたいなと思います。次はオリジナルの曲ですね。これはリーダー藤井さんにちょっと喋っていただきましょうか。もしかしたら、はい、これは、うん、1曲目お届けいたしますのはミスティックラブという曲でございまして、なんかかっこいいですね。このバンドを結成するときに梅田のクラブでですね、なんか演奏するっていう話があって、なんかクラブっぽいオリジナルが欲しいっていう話があってですね、その3日ぐらい前に今時のコード進行はこんなんだぜっていう YouTube を外人がやってるのを見てですね、ちょっとメモってたんですね。でそれをですね、無理やり膨らまして1曲一晩で作ったわけです。でタイトル何にしようと思って、なんかちょっとミステリアスな感じだなと思った時にですね、キーボードを弾いてる嫁のさゆりのですね、メールアドレスが昔好きだったブランド、女性のブランドであるんですかね、ミスティックラブなんちゃらなんちゃらっていうメールアドレスだったんで、それでいいやということで、タイトルにしたという曲でございまして、このミスティック -0 の後に0926なんとか S とかつけたらですね、そのままドコモにメールが届きますんで、そんな曲を演奏したいと思います。We'll be right back.
Thank you.
ありがとうございました、ミスティックラブお送りいたしました藤井康弘ですね。ございます。では引き続き、じゃあゲストあの布川さんに入っていただきまして、はい、ございます。やってみたいなと思いますけども、うん、まあなんかね、まあ、個人的な話をちょっと申しますとですね、まあ、僕、まあ、フリーランスを始める、ちょっと前ぐらいにですね、ちょっとある本をねちょっと読んだことがありまして、それはですね、ジャズを愛する100の違う、ジャズの壁を超える100のアイデアですね。そうです、それあの布川さんの本をねそれ読んで、ちょっとここで間違ってすみませんが、はい、あれ面白かったでしょ。いやね、 あれがねすごく心に響いたもんで、どこが響いたんですか。人生万事相馬が馬、あ、作用が馬か、そこの部分が、はい、あと、人生はコード進行のごとしって書いてあったのがすごく響き込まれまして、なっておりまして、まさにそうですね、はい、それでここにねあ、そうです、この本ですね、はい、この本持ってきたらよかったんですけども。いやいや、なかなかいい本なんでね、まあ、中古なら手に入るかもしれません、まだあったんじゃないかな、なんかどうなんですかね、いやまあこれ普通の教則本じゃなくて、全然違う ね結構読み物な感じなんですよね女の子とね、はい、音楽どっち取るかとかねそういう話とかねそういうのもいろいろあるんですよ。案外人生指南書だったりするんで、ね、いやもともとホームページに Q&A コーナーっていうのがあってさ、はい、そこに来たやつで面白い質問を書いたんですね、はい、うん、はい、なっておりまして、いやたまに読んでる人いるんだよね、あれね。いやもうすごくね、なんかその中の人生はコード進行のごとしっていうのがありまして、もうね、どっちを取ってもいいかし、いい感じだし、ね、まあなんかどういうことでしょうね、なんか野川さん的にあれは。ああそうね、万事作用が馬ってのはそれだからね万事作用が馬は深いんですよ、はい、うん、はい、だだか話が膨らまないんで、いやいやいや、例えばどういうところでなんかね、はい、軽くだけ、いや万事作用が馬っていう知ってる話は、具体的にはちょっと知らないんですけども、うん、はい、西王っていう中国にいおじいさんがいて、ね、はい、これ話し出すと長くなっちゃうからあれなんだけどまあ要は、はい、こうね、子供が足折ったりしてさ、落馬してね、そしたら戦争で行かなくて済んだとかね、あ、なるほど、あ、いや馬が最初いなくなる、それまあとにかく悪いと思ったことが次に幸運を生み、で幸運だったと思ったら次それがね、悪いことになりっていうのをこうね、だから何、一般的にはさ、大体一喜一憂するなみたいな解釈が多いんですよ、人生ね、人生ね、はい、僕はもっと深く捉えてるのね、こんなところで万事作用が馬の講義を始めてるんですけど一応大学の先生だからそれでね、僕が思ってんのは、まあどっちになったとしてもいい局面っていうのは結構あるのよ、人生って分かんないんで、でその時はサイコロで決めてもいいと思ってるの僕は。ああなるほど、はい、うん、それを決められるようなマインドになる人間になることが一番大切なんだよね。ああで良くないのはそれでなんか失敗したとするんじゃん、その後、はいはい、そこで、はいはい、あ後悔したりさ、あっち行けばよかったとかさ、そういうことを絶対に思わないような人間修行をしてるんですよ私はそうすると隣の芝生って概念がなくなる、はい、うん、これ大切なことだと思ってんだけどね。いや、はい、ここでなんか啓発的な語ってしまいました語ってしまいましたけど、はい、というわけでね、ジャズアイス100のアイデア、はい、これね、うん、まだ売ってると思いますのでもしよかったらでも万事作用がまあ本当にジャズ演奏のあれだよねそのものだよね、はい、よく言うじゃん、ハービー・ハンコックが間違えた音をさ、もうこんなあーちゃーってな
ったらマイルス・デイビスがそれを吹いて助けたとかさ、ね、もうそれもミストーンさえも人生っていうね。ということで前半のミストーンをお許ししていただければ幸いなんですけどみたいな後半頑張りましょう、はい、後半頑張りましょう。間違えないようにこんなこと話してるといつまでもねだらだらくだらない。これだけでも結構面白いですね、 なんかね、というわけで、はい、じゃあやってみたいなと思いますが、はい、次は布川さんのオリジナル曲でございます、はい、こちら、ダンシングインザダークネスという曲をお願いします。なかなかトリッキーな曲でございますありがとうございます。いろいろ練習していただいたりアレンジしてもらったりして嬉しい限りでございます。やります。
Thank you.
ありがとうございます、布川俊樹さんの作曲で、ダンシング・イン・ザ・ダークネスという曲をお送りしました。これもかっこいいですね、ロックとファンクとジャズが合わさったような感じでかっこいいと思います、この曲の入った CD って今日売ってるんでしたっけ。今日はそれもみんななくなっちゃって、あ、みんな一応あそこに今回広島から一人でこう東京に帰りながらいろんなね地元の方々と演奏するライブを5日間やってるんですけどね、電車で来たからあんまり持ってきてないんだけど、一応僕の、CD とかいくつか置いてありますが、教則本とかね、まあ、興味のある方は手に取っていって、新しい教則本も面白いですよ、なかなか、あれも読み物みたいだね。もうあとね、多分2、30冊しかないんだよね。だからもう超おまけで1200円になってますからね、よかったね。はい、ありがとうございます。ということで、後ろに物販やってますので後でね、また見てください。はい、はい、というわけでですね、次の曲、もうね、ここに来てようやくしっとり系の曲だったと思いますけども、やってみたいなと思います、ね、もう有名なハービー・ハンコック、ジャズピアニストハービー・ハンコックの曲で Tell Me a Bedtime Story。Thank you.
ここに来てようやくしっとりした曲が、はい、やってたと思いますが、はい、うん、ハービー・ハンコックのナンバーね、Tell Me a Bedtime Story、いいですね、ね、ジャズギターがすごく流行るギターがあります。でこの曲ですね、次の曲、先言ってた、ピーター・アースキンと共演したといわれるそのピーター・アースキン、もう、はい、ウェザーリポート見て音楽家になったようなもんだからね、はあ、はい、あの本にめっちゃ書いてましたね、なんかね、うん、これだけは本当にね、大学4年の時なんだけどね、あのナイトパッセージの出る前の公演見たんだよね、渋谷公会堂、渋谷公会堂、ね、NHK フォルダ忘れちゃったけど、はい、で見たらもうあまりに感動して、はい、すぐ次のコンサートのチケット買ってさ、これこそがこれからのチャンスだとか思ってね、そんな記憶がありますね、はい、原体験的な、なんかね、あでもこの曲はまたこれで覚えてんだよね大学1年の時に初めてウェザーリポート見たの、はい、それは多分ヘビーウェザーとか出る頃ぐらいで、なんかジャコとかがさ半分短パンかなんかでさ客席ついたら客席の前の方にいたりしてるすごい人だなと思って謎でしたけどねそれでこの曲から始まったの、はあ、コンサートが、それでね、なんか音響がうまくいかなくて一回ドンチョウが降りてあ、いや、ドンチョウが上がってドンチョウが降りたのこれ結構有名な話でなかなかあの公演を見れたのはなかなか良かったですよすごいですね、ジャズの原体験的1977年だと思いますね、はい、多分ね、8かな、7か8、はい、そんな思い出の曲です、はい、じゃ次はですね、その、まあ、ピーター・アースキーも加入していたウェザーリポートの曲、はい、ウェイン・ショータ作曲、ブラックマーケットに入ってるやつですね、これはね、これもまたかっこいい曲です、かっこいいですね、エレガント・ピープルですね、Thank you.
Thank you.
ありがとうございました、スリリングな演奏だったと思いますが、はい、かっこいい曲ですね、というわけで、もうこの、ね、ライブもあの最終盤という形になっておきまし、なってきましたでございますけれども、最後の曲、これはですね、あの修浩一さん、先ほどのね、あの Life in the Bright Side の修浩一さんの曲でございます。これも、いろいろあの布川さんは修さんとこの曲もよく歌えておりましたという形になっております。これね、よくね、まあ、曲の題名からするとね、あのこれでちょっと本編最後にしたいなと思っておりますけども、あ、流れておりますね、いや、修浩一さん、なんか怖いねこれで、すごいですねこれ、あの背景抜きもうすぐにやってるんやと思ってすごいなと思いますけども、はい、で修浩一さんの曲、これ最後にお届けします。本編最後の曲になります。三色の虹という曲をお送りします。皆さん、あの三色の虹ってどういう意味か分かりますでしょうか。三色の虹なんやろうねという形になっておりますけども、ていうかこれね、よく言ってる話なんですけども、あの皆さんね、あの虹の色って何色って聞かれた時に7色と思われると思うんですけども、それってね、日本人の感性なんですよね。アフリカとか別の国に行ったら虹の色がですね、4色になったり3色になったりとか、実はこのね、色の捉え方って様々になっておりまして、ね、あ、そうなっておりますね、ありがとうございます、うん、ね、そのね、やっぱり物事の捉え方として、まあ、ね、7色やっていう、まあ、それね、日本人の常識じゃないですか。アフリカの常識とかやったら、あの3色やったら4色、あと別の国でもなんか5色とか6色になってたりすると思うんですけども、まあ、こういう部分でね、なんか虹の色にとってもですね、常識っていうのは様々で、ね、あの自分の持ってる常識っていうのは一つのカテゴリーでしかないと、ね、あのね、だからこうやって、あのカテゴリーにとらわれないような感性を持とうっていうのが、まあ、こういう、ね、3色の虹っていうこと曲らしいんですね、まあ、そういった意味合いも込めてちょっとね、この曲を最後にお送りしたいなと思っております。じゃあこれもかっこいい曲でございますけども、やってみましょう。ドラマチックな曲でございます。じゃあ3色の虹ですね。
ありがとうございました。ドラム酒井直、キーボード小浜さゆり、テナーサックス池田健、オルタサックス藤井康弘、それで、スペシャルゲストの、野川俊樹でございます。ございます。という形で、まあ、本編やってみましたけど、ありがとうございます。もうありがとうございます。アンコールありがとうございます。はい。あったあったあった。まあこうやってね、まあ私事でございますけども、まあこうやって教室ね、まあ12周年もやってね、こうやって布川さんとね、ここでできてちょっと嬉しいなという我ながら思っておるんですけども、おりますが、はい、じゃあ最後、の曲、ピリリと辛いこの曲で締めたいなと思います。年末でも好評でした、このアルコアンコールの曲といえばこの曲で締めたいなと思います。いきましょうか。じゃブレッカーブラザーズの曲でサムスカンクファンク。We'll be right back.
ありがとうございました。ヘッドテイズ、ドラム坂井直、キーボード小浜さゆり、オンテナサックス池田健、アルトサックスリーダー、藤井康弘、それでゲスト、布川俊でございました。皆さんどうもありがとうございました。気をつけてお帰りくださいませ。向こうの方で物販もやっておりますので、ぜひ見てください。今日はどうもありがとうございました。程度に関しましては、今これ見ていただいたら分かりますように、ダイヤルの表面に古い時計なのでシミや経年変化はありますしておりますし、オーバーホールもしておりますので、今のところ何ら不具合とはありませんし、傷さえ気にしていただかなければ普通に日常使いではめていただいても何ら問題ないと思いますので、はい。あとはまあお値段の方なんですけれども、もともとと思いますので、はい、ぜひご検討の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はじめまして、米田屋の代表米田清隆と申します。弊社では世界中のコレクター様よりいろいろな珍しい時計や希少な一品を常に買い付けておりますので、コレクター様でありますとか時計好きの方々がご満足いただけるような商品を常時入荷させていただいております。詳しくはまたホームページや店頭にてチェックしていただけましたらありがたいと思っておりますので、ぜひそちらの方よろしくお願いいたします。また買取に関しましても下取りも含めまして、コレクター様の目線で目いっぱいの高額査定をさせていただきますので、そちらの方もぜひご利用いただきますようよろしくお願いいたします。